随分豪快なお菓子だな。そうですよね。これぐらい思い切ったお菓子って一度作ってみたかったんです。確かに思い切ってるけど、それに匂いがすごいな。なんだか嗅いでいるだけでもむせ返りそうだ。え、そうですか？私はこういうのって大好きですけど、男の人ってあんまりお菓子とか食べないんですか？人並みには食べてると思うけど、エスカと比べたら食べてないかもな。もったいないな。最近は材料も手に入りづらくなってきてますし、今のうちにたくさん食べた方がいいですよ。こんな豪快なお菓子が許されるならしばらくは大丈夫な気がするけどな。そう言いながらちょっとずつ離れないでくださいよ。